はい、おはようございます。今日はね、茶太郎くんが出てきたり、もっちちゃんが出てきたり、パパがね、食べてるご飯が出てきたり、息子が出てきたり、もういろんな、動画をまとめてみました。パパのね、土日です。ざっくりまとめたので、よかったら最後まで見てください。ちなみに今日の動画のメインはいろんな動画をまとめたんですが、三重県の白子漁港だったかな、そういったね漁港に行ってきました。ビーチがあって、ビーチでね、ビーチバレーしている、学生さんがいたり、猫ちゃんがねいっぱいいることで有名なんですが、今日はね、なかなか猫ちゃん会えませんでした。ちなみにぐっちゃんタイヤ交換しています。タイヤ交換したり、以前ねクロス張りしていたんですが、はばきを張ったり、いろんなね、一日でした。朝から夜までいろんなことして、子供もね、息子もみーちゃんも出てくるんですが、とてもね、猫ちゃん見に行った時なんかは元気いっぱいでした。だいたいねパパの土日は、いろんなことします。朝から夜まで、遊んだり家の用事をしたり、いろんなことしてるんですが、ちなみにね、ここが白子漁港です。船があるんですが、海もね結構釣りされてる方も多いです。ビーチも綺麗で、猫ちゃんいるところはね、物がいっぱいあったり、猫ちゃんのお家があったり、いろいろあるんですが、個人的にはね、とても楽しかったです。ちなみにね、バイクツーリングも行ったりしていたので、とてもね充実した土日だったと思います。パパは、子供たちもね、元気いっぱいでした。じゃあね今日の動画、白子漁港の動画に行きたいと思います。ちなみにね、とってもおしゃれな、なんだろうこれは塔なのかな、みたいなね、何かがあります。もうね、今はパパ夜中です。夜中の2時に編集しているので、とても疲れているんで、結構ね頭の回転が鈍くなっています。なのでカミカミトーク今日もね、行きたいと思います。ちなみにね、みーちゃんと、息子いるんですが、猫ちゃんね大好きなんで、とても喜んでいます。以前はねもっと猫ちゃんいっぱいいたんですが、なんかね猫ちゃんが、前来た時よりも減っています。ずっと前にね猫島という動画をアップしたんですが、そことはまた違う場所です。猫ちゃんもね、出てくるので楽しみにしていてください。結構ね懐いてる猫ちゃんもいたら、警戒心の強い猫ちゃんもいます。いろんな猫ちゃんがいるんですが、今日はね本当6匹ぐらいかな、6匹ぐらいしか出会えませんでした。以前はね数十匹いたんですが、みんなどこに行っちゃったんだろう、とてもね心配です。それにね以前はもっと懐いてたんですが、なんかね警戒心があります。結構ね耳をカットされてる子がいるので、多分ね、去勢手術したんじゃないでしょうか。結構去勢手術した猫ちゃんね、耳カットされてる子がいたりするので、きっとね、そうだと思います。それにしてもね我が家のキララララよりとってもね超えています。我が家の猫ちゃんはねご飯食べてもなかなか太りません。でもねここの漁港の猫ちゃんたちは結構ねぽっちゃりしているというか大きいです。ちなみにね、餌あげている方もおられるので、野良というよりは、どうなんでしょう、地域の誰かがね、管理してるんだと思います。それでね手術して耳もカットされてるのかなと思うんですが、ちょっとね誰が、管理してるかとかは分かりません。でもねとてもみんな幸せそうです。元気いっぱい幸せ、そしてね、懐っこいです。この中にもねボス猫がいると思うんですが、奥のね茶色い子ちょっとね今チラッと映ったんですが、あの子はねもうどうしても触れませんでした。でもね多分ボス猫だと思います。とてもねがっちりしていて、他のね猫ちゃんとは違います。そんなね、猫ちゃんたちいっぱいいたんですが、他にもね奥の方でちょっとね今撮影はできなかったんですが、
他にね、いっぱい猫ちゃん見に来られてる方たちいるんですが、なかなかねやっぱりパッと行ってね触るというのはね、できないので、僕はね今日触れ合った猫ちゃんはここにいる猫ちゃんと、黒い猫ちゃんなんですが、もっとね、他にもいました。他のお客さんというか、猫ちゃん見に来てくださってる方たちが、触れ合っていました。あとはね、ここは釣りをされてる方がとても多かったです。テトラポットというのか防波堤というのか、釣り人がね何十人もいました。何が釣れるのかちょっとわからないんですが、釣り好きな僕としてはねとても興味あります。ちなみにね、土日釣りに行ってきました。ちょっとしか釣れませんでしたが、5、6匹ちっちゃいのが釣れました。やっぱりね大きいのが釣りたいです。ちなみにボス君とクイーンちゃんは、シャンプーしたりシャンプー動画もアップしました。またねよかったら、昨日のシャンプー動画も見てください。シャンプーしたり、ボス君なんかはねシャンプー大変なんでブラッシングとても大変でした。またよかったらね、以前の動画も見てください。そんなねパパなんですが、この回の動画またちょっと噛みましたが、今回の動画ボスくんクインちゃんはね、出てきません。たまにはね、ボスくんクインちゃんお留守番で、いろんなね、違う動画もいいんじゃないかなと思います。こんな感じでね白い猫ちゃん、この子もね触ることができませんでした。水がね飲みたいんですよね。水もねちゃんと、海が近いんで海水じゃないですよ。しっかりしたねちゃんとした水なんですが、みんながね飲める分いっぱい3つね並んでいます。そんな可愛い猫ちゃんです。以前ね昔我が家に来ていた野良猫のシララにもねちょっと似ています。シララはねもうずっと1年ぐらい来てないのかな。ちょっとねボス君が来てから、違うところで住んでいるんですが、結構ねシララを思い出しました。他にもね、黒い猫ちゃんはね最近実家に来る、野良猫ちゃん紹介したと思うんですが、その子に似ていたり、結構ね、猫ちゃん飼っているんで、あの子に似てるなとかあの子とはちょっと違うなっていうことがね、思ったりします。個人的にね、やっぱり猫ちゃん飼っているんで、いろんなね感情がありますよね。ちなみにビーチバレーしています。結構ね学生さんたちも多くてね、あと海外のね方たちも多かったです。最近ね結構海外の方、多く見られるんですが、結構ね、観光というか住んでいるのかちょっとわからないんですが、半数ぐらいはね、海外の方たちでした。ちなみにみーちゃん可愛いです。じゃあねまた明日も楽しみにしていてください。いいねコメントチャンネル登録よろしくお願いします。